かっぱ寿司のえっ,ってね回転寿司で確か4位だか5位のねえ大手チェーンなんですけどかっぱ寿司の経営者の方が、えー、逮捕されました。 これ逮捕、なんでされたかっていうと、えー、と当時の、えー、浜寿司かな、浜寿司にいたもともとの、えー、浜寿司で元々勤めていた人から機密情報、要は浜寿司の、えー、と仕入れの原価とか売り上げの、まあ、売り上げ表とか、そういったものその会社の情報を、えーとまあ、不正に、えー、入手したと。 でそれで、えーまあ、自社、かっぱ寿司の経営改善に使ったみたいな感じで、要は、えー、競合他社のライバル会社から秘密を受け取ったから、それがダメだっていうことで、逮、え、捕、ー、されたんですよ。でね、これ、僕思って、ああ、やっぱこういう時代になってきたんだなと思ったのが、結構ね、よこれよくある話で、まあ、会社やってる人だったら分かるんですけど、例えば、まあ、やっぱきょ転職活動って、まあ、一般の方ってよくすると思うんですけど、 競合会社、ライバルの会社から転職してくる人って結構やっぱ多いですよね、普通に。うん、まあ、求められるスキルもそうだし、実績が活かせるから。まあだいたい全く関係ないところに行くよりも、えー、自分がいた元の業種に転職するじゃないですか、転職する人も。でねあのー あのよくあるのが、まあ、前職、まあ、前職で例えばじゃあ売り上げこんだけ上げてましたとか、これだけ顧客のリストがあるから、それを御社に持ち込みますで、それで雇ってくれたら、僕その、そのデータを生かして頑張りますみたいな話って、これ、ぶっちゃけよくあるのよ、もう僕も会社やってた時って、よくそういう話で転職来たし。 逆に同じ逆もされたと思いますよ、うちの会社のデータを生かして、えーよの、もっと業績上げるために転職来ましたえ、だから給料上げてください、給料これぐらいしかもらってなかったから、こんだけくださいって、まあ、転職者からしたら、まあ、一つの交渉材料に、ね、よくもあることもあるんで、よくある話なんですよね、それが、ねえーとまあ、逮捕に至ったっていうのは、えー、僕はな経営者としては良かったなと思います、ね、今までっっっていいいいううううのはどっちかというとやっぱそういうスパイみたいなね。 ライバル会社の情報を盗んで、自社に生かして、そして成長していくっていうのが、まあ、まあ、よくある話だったんで、まあ、それがいいか悪いかは置いといて、そういうのは駄目だよねっていう倫理観がある会社は、やっぱ不利だったっていう側面、絶対あるんですよ、どうしても。絶対あるんですよ。まあいい、良くないことだと分かってても、絶対みんなやってるんで。 だから良かったなと思ってて。でね、えっ、ー、と、今ね、やっぱ世界的にもそういうの厳しくなってて、例えば、えー、北米の会社とかって、アメリカの会社とかって、ライバル会社の人と会うことすら許されないらしいんですよ。日本だったらなんか、え、医師交流会とか、えー、同業他社交流会とか、なんかそういう交流会でライバル会社と会う機会ってあると思うんですよね。えー、例えば、なんだろうな、あのー、 ねまあまあ、すごい分かりやすく言うと、セブンイレブンの社員が、えー、ファミリーマートの社員と会う機会って、別にあると思うんですよね。うん、でも、そういうのって、やっぱ海外、あの外国的にはやっぱ絶対ダメってもなってるらしくて、えー、日本もそういう動きが進むんじゃないかなと思ってます。これ結構なんか 警察がそこに目をつけたってことは、今まで暗黙で OK だったことが、これからダメになるよねっていう、ダメだよねっていう転換期になるんじゃないかなと思ってますね。でね、えー、具体的にじゃあ、かっぱ寿司の経営者はどういうふうに経営改善に活かしたかっていうと、は、え、ま、ー、寿司の調達価格表。要は、例えばマグロ100円で仕入れてますねとか、イクラじゃ150円で仕入れてますねとか、それ調達価格表を仕入れて、自社の えと原価と当てはめたんですよね、えー、例えばじゃあ、はま寿司はマグロ100円で仕入れてるのに、かっぱ寿司120円で仕入,仕入れてると、おかしいと、えー、だったら俺たちも100円で仕入れようぜってって、じゃあ、はま寿司どっから仕入れてんだって言って、そこにアポイントするとか、まあ、そういう形で多分これ、推測ですよ経営改善していって、まあ、原価コストの、えー、削減、改善をねやっていったんじゃないかなって僕は思うんですよ。まあ、えー、と変な話ね、ねコ,コストの競争力っていう意味では、やっぱりその原価改善すると上がるわけですから。 うんでまあ、これがね、まあ、ダメだっていうことで、えー、捕まったんですけどね、あのーまあ、でもこれ、皆さんにも気をつけてほしいなと思っていて、これからの時代は、そういった自社の機密情報、やっぱ職場勤めてると、いろんな秘密ってどうしても入手するじゃないですか、それをね、まあ、よその会社の人に喋ったりとか、えー、転職するときに持ってったりとか。 よく対策するときにさ、データ消すないでそのまま会社のデータ持って帰やつがいるじゃん。いっぱいいるんですよ、そやつ。ほんと、バカみたいなやついっぱいいるから。で、そういうのをね、えっ、ー、と、今までは OK だったけど、もうこれからのは捕まるようになるかもしれないんで、ちょっとね、気をつけた方がいいんじゃないかなと思いますし、おそらくこれね、かっぱ寿司の社長も、これ僕の推測ですよ。 おそらくそんな悪気なかったんじゃないかなと思いますね。うん。悪気があってやってるっていうよりも、別にそのよくある、小監修的にそういうことってやっぱ行われてるんで、うん、まあ、なんの気なしにやったら、まあ、捕まっちゃったみたいな話なんじゃないかなと思います。で、大体、その企業として、そのコンプライアンス研修で、えー、そういった情報を、えー、漏えいするなっていうことやるんですよ。もう自社の情報を出したらぶっ殺すのみたいなことは、マジでね、本当にやってる会社多いんですけど、でも、あのー、なんだろうな。 えーと自分たちの、えー、相手のよその会社から秘密をもらうな、それはだめだよってコンプライアンス研修してるところはないですね、正直、僕は見たことないんですね、うん、なんだかだって自社の利益になるから、まあ、でもちょっとここら辺はね、いろいろ改善して、これの世の中的にも変わっていくんじゃないかなと思いました、はい、だからやっぱりね、あの本当に、まあ、会社経営やっててよく思うんですけど、時代によってどん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 ,どんね、えー、変わっていくんですよ。 これが見せしめかっていう声もあるんですけど、見せしめっていう意味もあると思います、もちろん。見せしめっていうのと、あとこういうのが捕まる大体の条件って、みんなやっぱやってるけど、なんでじゃあこの人は捕まるかっていうと、もう分かりやすかったんだと思いますよね。要は捜査当局が立件しやすかった。例えばメールのデータが残ってたりとか、LINE のデータ残ってたりとか、もう結局安易にやっちゃってたから、えー、捕まえるんじゃないかなと思いますね。やっぱもう巧妙にやってればやってるほど捕まえにくいっていうのがあるんで、まずこういうふうに、えー、ルール、今までグレーだったものをダメだよねってするときは、もう一番分か かりややすくってるるるるら捕ままえるんですよであああ程度ネーームバリューが活、まあ、寿司なんてねまあ、そこそこ知れてるからネームバリューあるじゃないですか、まあ。というところなんじゃないかなと思いますね。はい。えー、まあ、なんでね、あのー、皆さんね、ちょっと気をつけてくださいっていうのと、いろいろ時代はね、変わるなっていうね、えー、ことでございますね。はい。まあ、ということで飲みましょう。